カピトリーノ美術館は、イタリアのローマにある美術館である。ローマの七つの丘の一つ、カピトリーノの丘に立つこの美術館は、一般市民に公開された、美術館としては、世界最古のものと言われている。広場中央にあるマルクス・アウレリウスの騎馬像古代、ローマの面影を残すフォロロマーノにほど近い、カピトリーノの丘は、古代以来ローマの聖地であった。丘の上にある、 カンピドリオ広場は16世紀半ばにミケランジェロの設計で整備されたものである。丘に至るゆったりとした階段を登ると左右にギリシャ神話に登場するカストルとポルクスの双子の神の像が立ち、広場中央にはマルクス・アウレリウスの騎馬像が立つ。広場の奥正面は視聴者であり、右にはパラッツォ・デー・コンセルバ通り、左にはパラッツォの王母が立つ。 この広場全体の構想、宮殿のファサード、広場の敷石が描く、幾何学文様などは、ミケランジェロの構想、設計になるものである。パラッツォデイ・コンセルバ通り、パラッツォ・ヌオーボはそれぞれ美術館となっており、前者を、コンセルバ通り美術館、後者を、カピトリーノ美術館と呼ぶ場合もあるが、通常、両者を合わせて、カピトリーノ美術館と称している。 ギャラリーカピトリーの美術館の歴史は1471年にまで遡る。この年、時の教皇シクスティス4世は、それまでラテラノ宮に保管されていた古代ローマのブロンズ像などをローマ市民に変換した。この時、変換された美術品の中には、現代においてもカピトリーの美術館の名品とされる、コンスタンティヌス大帝の巨像の頭部、棘を抜く少年。 カピトリーノのメスオオカミ、マルクス・アウレリウス・キバ像などが含まれていた。これらの彫像は、パラッツォ・デ・コンセルバ通りの中庭に配置されていたという。建物内部が美術館として公開されるようになるのは1734年、クレメンス12世の時のことであったが、これは一般市民に公開された美術館としては世界最古の事例とされている。 1748年にはベネディクトゥス4世により、パラッツォデー・コンセルバ通りの3階に、絵画館が設置された。時代は下って20世紀になると、1925年に、ムゼオヌオーボが、1952年には、ブラッチョヌオーボが建設された。コンスタンティヌス大帝の東部、品種のガリア人パラッツォデー・コンセルバ通りの2階には、コンスタンティヌス大帝の東部、 トゲを抜く少年、カピトリヌスのメス狼をはじめとする古代ローマ、エトルリアなどの彫刻が展示され、3階の絵画館には、ルネサンス、バロック期のイタリア絵画が展示されている。中でも、カピトリヌスのメス狼は、ローマの建国伝説に関わる著名な像である。また、パラッツォベーコンセルバ通りの中庭に置かれている、大理石製の巨大な手や足は、 本来高さ12メートル以上あった、コンスタンティヌスの巨像の残骸である。一方、パラッツォの応募には、ローマンコピーと呼ばれる、古代ギリシャ彫刻のローマ時代の模索が多く、展示されている。マルクス・アウレリウス・騎馬像は、元来、カンピドリオ広場の中央に設置されていたが、大気汚染による害が深刻であったため、修復後は、オリジナル像は、パラッツォの応募に移され、 広場中央にはレプリカが置かれている。ありがとうございます。